はい、前回の続きになります。スプラトゥーン2視聴者参加型プラベ対戦生放送。ちょっと噛んだね。第2部やっていきたいと思います。お次はこちらのメンバーで一人を観戦に回しながら行きたいと思います。あ、新井さんガチマやってたのか。あ、空いてるんで全然大丈夫ですよ。まあ、時間もったいなんで、もったいないのでやりながら待ちましょう。まずは縄張りバトルのフェス仕様から行きます。そうだなぁ。オタキムさんの対戦回数がちょっと少ないんだよね、第一部。なので一旦飛ばして、クラウドさん観戦で行こうかな。この8人で行きましょう。では第2部第1戦目、とじとじ縄張りバトルミステリーゾーンだね。味方はゆうきさんの、のんさん、ひれおくん、よろしくお願いいたします。で、まあ2戦目から新井さんが入ってきてもらって、で、二人完成に回しながらという形で行こうかなと思います。ご把握お願いいたします。よし。第一戦目はかなり悔しい試合が多かったからな。ここで勝っておきたいところです。まあと言っても縄張りバトルなんですがね。まあ縄張りもガチマも両方ともいい成績を取って勝ちたいな。さあ行きましょう。第1戦目。おっと、なんかチャットを見る限り相手チーム、なんか企ててる？なんかこれでいいの？みたいなチャットが出てるけど。おっと、始まらない？あ、全員いるかな？いるね。うわ。少ないこの状況。あ、一旦下がろうか。味方が強いね。至るところからバシ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 。あ、うそ、マジか。見えてた？よいしょ。いやー、よくないね。ビビってしまうね。ただまあ、チャージはさすがに塗りがきついから、しっかり塗り固めておけばある程度楽にはいけると思うんだ。縄張りならね。よっ。多いな。一旦下がります。よいしょ。塗り固めろ塗り固めろ。失礼。よいしょ。あそこから来てるね。オッケー、ナイス。あ、あれ、
すごいとこいたね。さすがに真ん中取ってるし、OK、ナイス。いやーでも怖え。リッターは怖えよー。味方ナイスキル。ありがとう。さすがにこれ相手さんは難しいでしょう。はい、では荒井さん来てくれてありがとうございます。では一旦閉じ閉じを。閉じ閉じどこだ？これか。をオフにして、次は、ガチあたりか。行きましょう。では、二人観戦なので、お次は、トッコユウキさんとスカルさん観戦でお願いいたします。では、アジフライスタジアムでガチあたり。味方はクラウドさん、ヒレオくん、そして、アライさん、よろしくお願いいたします。リッタートラウマになりそうと。あ、道のりさん、こんばんはです。いらっしゃい。ねえ、また誰かトラップをさ、仕掛けまくってたでしょ。さあ、久々に新井さんとチームだね。前にやった時は初見の方が多くて、新井さん、まあ、気を利かせて抜けてもらっちゃったんだけども。まあ、おかげであんまり対戦できてないんだよね。今日はがっつりやれたらいいな。お願いします。行きましょう。と言ってもな、アサリなんだよな。よし、オッケー。ああ危ねえ。ああそれそれ強いそれ強い。もう MF さん宣言通りかなり狙ってくるな。おっと、まあスペシャル食べましょうよ。あ、攻めてきてるね。ナイス。あ、嘘、マジか。うーまー、すまぬ。やべ、二つも。嘘、まあ、嘘、今の当たってないんかい。すまない。むずいなぁ、一気に進められた。俺集中できない。ナイス。こっちも雨降らし。あ、マジか。ナイス。ナイスナイス。あー、時間稼ぎうまいな。あぶねえか。いや、ここで場所バレた。きつくねこれ。きつい。まあ、あさりでぶん殴ってやろうかな。いや、これきつい。
ビビった、今のビビった。ちょ待って、いやこれ無理だ、無理じゃない？危ねえ、出せませんよ。あ、マジかー。いやこれ無理だろう、守りが硬すぎる。あのタイミングでアサリ作っちゃうのダメだな、場所バレちまうね。むずいなアサリ。まだこのルールの面白さを俺は全然理解できてないな。あー危ね、ただただむずいなこのルールは。危ね、あボムうまい。どうしましょう、もう時間ないよねこれね。あーちょ、あぶない、あー足んのかい。倒したじゃねえか。爆風残ってたな。いやーこれはもう反省点しかない試合になっちゃったな。ぐーごめん、むずむずいよ。なあ、全然攻めなかったな、ごめん。あえて突っ込んじゃってもいいのかな。まだまだアサリは経験が浅いもんだから、ダダレじゃないよ。経験がないもんだから、わかんないね、ああいう時は。まあ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 。気を取り直して。一旦アジフライスタジアムはオフにして、次は、通常ナバリか。まあ一旦こっちもオフにしましょうか。よいしょ。では通常ナバリ。では、お次は、ケンさんとノーさん観戦でお願いします。お、タチウオパーキングの縄張りバトル、味方、オタキムさん、クラウドさん、ヒレオくん、よろしくお願いいたします。あれ、ちょっとさ、みんなの意見を聞きたいんだけど、俺、アサリをさ、完成させるタイミング、最悪だったんじゃない？あの状態で、ね、アサリ作っちゃうと敵にバレちゃうから、なんか変なタイミングで俺はねえ完成させてしまった気がするんだよな。ナイス、まだまだ難しいねガチアサリ。俺がガチアサリで、あの、完成したやつをゴールにできるのはいつになるんだろうか。スリーが出るのが先か、俺がゴールするのが先か。いい勝負だと思うよ。ナイス。ちょっと試し、もうちょっと前で投げたいんだが。危ねえ。あーちゅー、打たれるよね。そりゃそうだわな。めっちゃ狙ってるもん。いやーもうチャージャー部隊がずーっと俺を狙ってるんだよな。怖えよ。ここずっと狙ってなら MF さんでしょ。おっ、ナイスナイスナイス、ありがとう。全然気づかなかった、ごめん。この道か。もうちょい行くかい。
あ、そっち。危ねえ。見えてた。危なかった。よっ。あ、落ちた落ちた。よし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 。じゃもうちょっと奥だったね、今投げんの。はい、どうも。おっと、逃げまーす。あ、待って、やめて、ギャッ。ゆうきさんの直撃ってかブラスターうまいなー。あっと、食い破られちゃったか。来てるね。来れるかい。ちょっとここきついぞ。そこ降りるのやばいと思うよ。うふっ。あ、嘘。あ、分かんなかった。どこから来た。あ、普通に来たのか。時間かけすぎたかな、今のは。あ、誰か落ちたな。おたきむさん。おたきむさんが落ちてった。ブラスターうまいなぁ。MF さん、俺を狙いすぎだよ。よし、次はまたガチマッチか。あ、でこれで一周回るから次ガチエリアだね。一旦タチウオフにします。ふぅ、ガチエリア。じゃあお次はヒレオさんと MF さん観戦でお願いいたします。さあ、富士坪スポーツクラブのガチエリア、味方クラウドさん、ケンさん、ノンさん、よろしくお願いいたします。ふぅ、あれ、オタキムさんじゃなかった？なんかオタキムって名前が下に落ちてくように見えたんだけど、気のせいかな。最後ね、うっすら、あれ配信で見てる人わかるかな？画面のね、右下の方にね、オタキムって書いてあった気がするんだよな。多分ジャンプしてそのまま試合終了になったから、操作できずに落ちてったんじゃないかなと思うんだけどね。いや、そこにいた。ナイス、ナイスアメクラッシュ。ナイスダブルアメクラッシュ。あら、そこ届かねえよな。あの位置やべえな。うまいね。ごめん、ちょっと喉が。よいしょ。なんかね、今日ね、喉の調子が良くないんですよね。ちょいちょいミュートにして咳してるかもしれません。ご了承ください。アウト、アウト。マジうまい。ナイス。いや、きつい。
マジか。遅かったか。ここの曲者当てんのむずいな。ちょっと逃がさんよ。いやー、そろそろガチマー勝ちたいよー。いいところ見せときたいよー。来てる。あー、うまいな。あ、嘘。あー、うまー。マジか。あれ、ゆきさんが落ちた。マジか。回線状態が良くないか。いやでもきつーこの状況。お、うまっ。うめえね。よく見えてるね。よいしょ。あー終わっちゃった。くダメだ。今日はなかなか調子が悪いな。くそなあ。3球しかできなかったよ。途中ゆきさんが落ちたのにもかかわらず負けるっていうね。がーマジか。ではでは、お次は新井さんとゆきさん観戦でお願いいたします。さあ、ザトーマーケットの縄張りバトルフェス仕様、味方はオタキムさん、スカルさん、ノーさん、よろしくお願いいたします。あ、オタキムさんと MF さん、ちょうどガチマやれてないのか。そのタイミングで多分ずっと完成になってるんだな。俺さ、2戦目って勝ってる？かなりボコボコにされてる気がするな。よいしょ。あ、そうか、一戦目勝ったのか。いや、でもそれだけか。3連敗中か。ここで一旦勝っときたいですね。さすがにね。では、よろしくお願いいたします。ナイス。なんか俺今日壁によく当たるな。もうこの角度。よし、オッケー。あぶね。すごいとこバブル出したね。あ、ちょっと。あ、下がっちゃった、ごめん。ナイス。右にチャージャー。登ったね。危ねえ。よっ。危ない。見えてるよ。危なかったー。あー、それきついねー。だー、ポイントうまい。うまいな、ポイントをつけんの。ですよねー。ナイス。あ、やばいとこ、やばいとこ、やばいとこ。
よし、助けて。ダットルガン。あ、嘘、あ、なんだ。クソ、ケンさんか、ここに来て。敵の数減ってるから今のうちに行けるんじゃないかなと思うんだが。よし、OK。ちょちょいいちょいいケンさん。ケンさん倒したから十分かな。ナイス、よかった、4連敗になんなくて。お、オッケー、結構倒したか。途中何もできなくてごめん。動けなくなっちゃった。よいしょ、じゃあ一旦次をラストかな、ちょっと早いかもしんないけど、座頭をオフにして、じゃあガチヤグラでこのメンバー行きましょう。では上に戻って、オタキムさん、クラウドさん、観戦でお願いいたします。よいしょ、ガンガで野外音楽堂、ガチアグラ、味方はスカルさん、ヒレオくん、アライさん、よろしくお願いいたします。ふぅ、もう最後のケンスさんにはやられることは分かってた。ただワンチャン相打ち持ってって倒してやろうと思っちゃって。もうただの執念です。最後の最後にケンさん倒したかっただけ。さあ行きましょう、第2部ラストバトル。では MF さん、今回の配信初のガチマステージということですね。敵なんだけど、まあよろしくお願いします。もう撃ってんな。おっと、一人やられてる。ちょっと待って、これきついな。あぶねえ。よっ、バブルいいとこ出してるね。上に登ったか、引いた、よく当ててくんな。もう右にいるか、出れねえなこれ。あーごめん、ありがとう。あーごめん、味方にかぶっちゃった、ごめんよ。あ、黒いか店長さんいらっしゃい。やばい、運ばれてるよ。いや、きつ、これきつ。これきつ。やばい、焦るな焦るな、まだ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 。あのブラスター軍団なんとかしてくれ。うわ、嘘、マジか、なんだ、
直撃声裏返っちゃった直撃ちょっこの角度きついんだってマジかあーうまうめえなーここの曲がり角長射程の武器きついんだよナイス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 まだ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 諦めの早いよちょっと自分の有利な位置に立ち回りたいなロボットも厄介だなよっあーこれがきついごめん味方の方行っちゃったなぁいや見てたなこれ動けねえってあーマジかあーマジかダメだうまいまて最後まで諦めんな一旦下がったでしょうナイスあっ、マジか、あそこかうまいなナイスナイスナイスあ、店長さんも参加希望か、ま、この後休憩取るときに人数調整しますので参加希望ですとお待ちくださいそれがきついんだよ二人来られちゃうと無理だなあーごめんくーがー、第2部6戦2勝かなつらーごめんブラスター軍団に俺何もできなかったすまないはいまあちょうどいいとこなんで一旦ここで、休憩を取りたいと思います動画で見てくれてる方はご視聴ありがとうございました配信はまだまだ続きます